あまり心配させないでくださいってごめんなさい。ね。ペンチでやってもらいました。そう。口からワイヤーあるあるお願いしますってきた。そんなあるあるわかんない。でも歯医者は絶対行きたいです。はい、絶対に歯医者は行きたいので、ゴールデンウィーク中だからね、今やってないんですけれども、絶対終わったら歯医者行きます。ご飯食べれた？だって。はい、食べれました。ワイヤーが飛び出てた時に差し入れで大福があったんですけど、抹茶大福があって、それ普通に食べました。頑張って食べた。そう、ワイヤー飛び出しながら。大丈夫だって。もう大丈夫です。お気になさらず。私は今日はキスバイエイトの通し稽古でした。明日もこれからずっと通し稽古。なんかこんなに稽古あんましてなくて通し稽古やるの初めてだから、なんか逆に楽しい。なんかあんまそんな稽古してなくて通しってめっちゃ初めてで、でもそんなずっと出番があるってわけでもないから、本当だったら今日逆上がりだったんだね。だって。そうですね。私の逆上がりはいつになるのか分かんないですけれども、皆さん楽しみにしていてください。歯ずれないといいね。だって。いや、もう結構ずれてます。数年行ってないので矯正やばいんですよ。楽しみにしてるね。だって。楽しみにしててくださいね。10日後ですよね。やばい。信じられない。ユニットも何か気になる。だって。楽しみにしててくださいね。もう舞台すぐかって。そうなんです。10日後です。ヤバチン。ヤオンもね、7日にあります。ライブパートってがっつりあるの？ライブパートはわかんない。ちょっとまだ把握してない。でもまあ普通にライブパートって感じです。お見送りも頑張って。だって。あ、そうですよ。お見送りもあるので皆さん絶対来てください。おでんちゃんって呼んでもいい？いいですよ。てかさ、これ広角だからさ、 iPhone がなんかおもろ。歯大丈夫？だって。大丈夫。なんとか。
お見送り楽しみって、お見送り楽しみにしててください。さかがり足で地面を蹴って太陽がくるりと回る。初めて関東行くから緊張します。え、楽しみ。初めていただいちゃいまゆゆ。お見送りの日のチケット取ったよ、ありがとう。楽しみだね。お見送りって言っても言葉をね交わすことは多分できないと思うけど、ね、ちょっと近くで見れるかもしれないし、うん、よろしく。あんまりわかんないんですよね、実態が。私もなんか今回のキスバイエイトまだわかんないことだらけでそう、ちょっと皆さんにお伝えできる情報がネットでもう出てる情報でしかないのでごめんなさい。そうなの、あんまりわかんないんです今回の舞台。近くで見るだけでも嬉しいって、お、よかった。でも銀河劇場、私結構 1,2,3,4 回目かも、舞台で。キスでゲスト行ってた時と銀河劇場、あのジンガっていう舞台に出た時と、あとマジムリと今回4回目です。銀河劇場めっちゃ綺麗ですよ、うん、銀河劇場いいよね。だってお立派、ご立派なところです。見やすいし、だってお見やすいんだね。髪の毛サラサラやんってきた。え、サラサラですか。劇場ってやりやすいやりにくいあるのかな。だって、え、わかんない、そこまでなんかいっぱいやってないから。毎回なんだろう、あんまりね。でもやりやすいやりにくいありそうだけど、うん。東京行ったことないけど一人でも迷わないですかね。だっていや、東京も言うていろんな地域と同じなので、東京だから迷うとかはないかも。その地域だから慣れてない地域だから迷うっていう感じかな。でも結構会場までね分かりやすいと思う。いやどうだろう、分かりにくいかな。なんかでも結構駅からねまっすぐなんですよ銀河劇場は。まっすぐ、あ、でも分かりやすいわ、分かりやすい結構銀河劇場。だって出口は、あ、最寄りはどこだったか忘れましたけど、出口2個しかなくて、で、そう、出口を間違えなければほぼまっすぐ歩けば銀河劇場ですから。なんかすごいいい感じのビルみたいなところにある。うん、あ、モノレールだったら文字ですぐ直通。
そう、だから分かりやすいです、銀河劇場。なのでご心配なさらず。てってってんてってってんてってってんてってんてってってんてってってってんてっ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 てん、ヘイ。だから何々、だから誰かしらカバンにグッズつけてる人がいそうだから、それ見つけてついていけば現場行けるってあるある。てかね、なんかどうでもいい話かもしんないけど、ちょっと今話題尽きたんで話しますね。昨日ね、電車乗ってたんですよ。で、乗り換えが本当秒の電車だったんですよ。なんか乗り換えでさ、もう1分ぐらいの乗り換えの電車がある時あるじゃん、ホーム向かい側で。で、私まあ乗り換えようと思って普通に電車降りて、でも次の電車に乗ろうと思ったわけ。でもね、カップルさんがね、こうやって急いでね乗ろうとしてたんだけど、女の人とか乗った瞬間にピューって閉まっちゃって、男の人だけが乗れなくて、あっみたいになって、すごいドラマかと思いました。うん、あーみたいな、えってなってて、えってずっと見ちゃった、こうやって。そう、開かなかった。なんかさ、普通なんかちょっと 入りそうみたいな人いたらさ、ピョンって開くじゃん。でもなかったから、そう見ちゃいました、うん、ドラマ、うん、そう、ガンミしちゃった、ガンミ。うん、心は離れてないから大丈夫だって。あら、うん、確かに今携帯があるからね。なんか昔おばあちゃん家行くときに、家族、お母さんとお兄ちゃん二人いるんですけど、なんかコンビニでご飯か、コンビニホームでさ、お弁当買うじゃん。でお母さんともう一人のお兄ちゃんがコンビニにいて、でちょっと買っとくから先にホームにいてって言われて、私とお兄ちゃんと妹3人でホームで待ってたら、ピューって新幹線来て、えってこれ乗らなきゃみたいな感じになって、あれってママたちはって、ママたちこれ乗らないとやばいじゃんとかって言って、3人で新幹線の中でこうやって待ってたら、ピューって閉まっちゃって、私とお兄ちゃんと妹だけその新幹線に乗って、お母さんとお兄ちゃんだけホームに取り残されて、えみたいな、えやばい乗ってないみたいな感じになったけど、 その時私たち携帯誰も持ってなかったわけだから、えどうしようみたいになって車掌さんに言ったわけ。お兄ちゃんが、そう、えってなんかちょっと別々に乗っちゃったんですけどみたいになって、でお母さんも多分えみたいに なってるから、多分ホームで多分電話みたいになって、そしたら、そう、私たちはそう乗る新幹線間違えてますって言われて、多分なんだろう、遅いやつに乗っちゃったの。本当は急行みたいなやつに乗るはずだったんだけど、間違えて乗ったやつはもう点々と行くやつだったから、あーってなって、でお兄ちゃんと私と妹だけずっともう乗ってて、そう、でも車掌さんがなんか逐一いろいろ教えてくれて、そうお兄ちゃんとお母さんはちゃんとしたの乗ったけど、そう私とお兄ちゃんと妹はずっと点々とするやつ乗って、めっちゃ時間かかった。うん。だからそう、しかもその時誰もさ携帯とか持ってなかったから、私はさ、でもお兄ちゃんがいるから何が起きてるか分かんなかったから、その時普通に何も思ってなかったんだけど、これ乗っときゃいいのかなみたいなお兄ちゃんいるからいいやみたいな感じで、そう、これ乗っといたらいいんだねみたいな思うけど、お兄ちゃんとか内心普通に焦ってただろうね。うん、
そう、小さいから何が起きてるか本当分かんなくて、そう、その時のお兄ちゃんかっこよく見えたって全く覚えてない。全く覚えてない。あ、そう、ゴールデンウィークなので皆さんこういうことないように気をつけてください。うん、いくつの時だって覚えてない。小1とかかな、小学生の時かな、うん、それか幼稚園か。新幹線あるあるだって。新幹線のアイス食べたことある？あるよ。めっちゃカチカチだよね。あとなんか私小学生の時に、またお兄ちゃんの話なんですけど、小学生の時に家の鍵を持ってるのがすごく羨ましかったんですよ、兄ちゃんが。なんかゴム、なんかゴムみたいなついて、こうやってビヨーンって引っ張ったらさ、ビヨーンってなるやつがすごい羨ましくて、それがすごい欲しくて、お兄ちゃんが中学生かなで、か家の鍵を持ってるのがすごい羨ましくて、私それをね自分のものにしたくて取ったんですよ。そう自分のものにしたくて、そうで、お兄ちゃんが普通に鍵ないから家に入れないじゃないですか。めっちゃ言われました。めっちゃ言われた。そう、でも私あの時本当に鍵がねすごく欲しかったのに、普通に、私鍵中学生の時とかいつも首にかけてた。鍵っ子もうここに、それがおしゃれだと思ってたわけ。私は鍵、家の鍵を首から下げて、ちょっと紐がチラ見えしてるのがめっちゃおしゃれだと思って、私ずっとジャージだったんですけど、学校でマジでずっとつけてた。ピンクと白のギンガムチェックの紐、体育の授業もつけてたもん、ここに。それがマジでガチのおしゃれだと思ってた。うん、そう、アクセサリー的な、マジでずっとつけてた。うん、でもあんなに鍵のこと大事にしてたのに、マジで高校卒業してから家の鍵めっちゃなくしちゃって、しかも私家出るとき鍵持たないことが多くて、今まで、最近は持つようにしてるんですけど、そう、家出るとき鍵持たないことが多すぎてめっちゃダメだなって思って、最近はちゃんと持つようにしてます。うん、そう、今こそマジで首からかけなきゃいけない。皆さんもね、鍵は大事にしてください。私のように。
何の T シャツですか？ヤバい T シャツ屋さんっていうバンドの T シャツです。ツアーで地方行った時とか大丈夫なの？いや、鍵は絶対かけますよ。私はあの家に絶対に家族がいるっていう信頼のもと鍵を持ってないだけで。そう、だからたまに家族が誰もいないときに一人で行かなきゃいけないときにめっちゃ焦る。あれ鍵ってどこだろうみたいな。え、鍵どこ置いたっけってめっちゃ焦る。毎日同じところに置かないと。だってだから毎日同じところに置けない置けないんです。でちゃんと戸締まりはして出てますよ、ガチで。ちゃんと家の鍵は閉めてますからね、うん、ちゃんとなんだかんだ言って。リモコンとかもいろいろなとこに置くタイプだって。それはない、それはない。いつも枕元に置いてる。家の鍵だけなんか大事にしすぎてどこに置いたか分かんなくなる。でみんな家の鍵ってどうやって保管してるんですか？机の引き出し、カバンに入れっぱ。だってカバン変わったらさ、また焦んない？キーホルダー、え、私もこのビヨーンってやつつけてる私今鍵に黒いビヨーンってやつつけてちゃんと存在感あるようにしてる、うん。鍵犬に預けてる。え絶対嘘。財布がおすすめだって。え、財布そんな大きくないもん。いや、玄関にいつも置いてる、ちゃんと鍵を。でもさ、親と一緒に帰ってきた時に自分で開けないから、家の鍵をバッグに入れっぱじゃん。それがパニクるの。あれってバッグに入れたっけ、下にあるっけ、あの玄関にあるっけとか、あれどこのバッグに入ってるっけって、あれみたいな。そういうのはめっちゃテンパるんですよ、自分は。うん、
結婚してください、ごめんなさい。今の話聞いてそれ言えるの結構すごいですね。うん、でも最近ちゃんとしてるんで、前は本当持たないことの方が多かったけど、最近はいつも持つようにしてる。いつもじゃ家出るとき親と一緒に出てるから、だからそう鍵を開けたまま家を出るっていうことはないので大丈夫です。ね、最近なんか求婚されること多くて、なんかやっぱ25歳になったから、なんかすごいなんか求婚されることが多い。モテ期かもマジで。ね、ちょっと大人の魅力出ちゃってるかも。クリスマス早く来てほしいな。大人の魅力出してるの、出してます。大人の魅力ゴールデンウィーク楽しんでますか？楽しんでない。私にゴールデンウィークないよ。 GW は、私は GW ありません。でもいつもゴールデンデイズです。あと2日？え、そうなの？ゴールデンウィークあと2日なんだ。いつからだったゴールデンウィークね。え、大変だ。先週から。早いですね。あっという間だ。最近なんか映画見た？だって見てない、見てないです。今日は何の日でお休みか知ってますか？山の日？海の日？今日何の日だっけ？
あ、憲法記念日大事じゃん。今日は憲法記念日です。憲法はね、守ってなんぼ。明日は5月4日。明日何の日だ。明日は子供の日の前日。明日はね、何だろう、勤労感謝の日。緑の日か。なるほど、緑の日でした。コメ欄頭良さそうですね。はい、私のコメ欄大卒いっぱいいるので。でもね、そんな学歴とか関係なく、私のファンの方は物知りです。いろんなことを教えてくれます。そう、私のスケジュールに関してとても詳しいです。一番コメが早くなるのは将棋の話と野球の話。マジで将棋の話したらね、マジでコメント欄早すぎてビビった。マジ自分が将棋について本当分かんなすぎて、何言ってるかマジで分かんないけど、将棋の話マジで早い。そう、あと野球の時も早い。そうで、メイク道具の話したら超遅くなる。またプロ野球チップス開封してほしい。したい。でもさ、私ほんと野球詳しくないしさ、めっちゃ好きってわけでもないからさ、なんかお前何のためにやってんねんそれってなりそう。私はただ普通にポテチが好きで、おまけついてくるって嬉しいからやってたんだけど、なんかおめえ野球知らないのにって、ポテチ開封、ポテトチップス開封とかやんじゃないよってちょっと思われそうで、どうしようって思っちゃう。そんな配信あったことがびっくりだった。あ、結構やってました。結構話題にはなってないけど、結構コメント欄もポテチのプロ野球チップスの開封しますって言ったら、普段見に来てない人も教えに来てくれた。みんな野球好きです。あ、筒香選手知ってますよ。うん、筒香さんと大谷さんしか知らなそうだ。違うよ、杉谷選手も知ってますから。杉谷選手、
と地味に斉藤佑樹さん、あの元選手の斉藤佑樹さんのインスタも見てます。杉谷さんは YouTube でした。めっちゃおもろくて。あと最近話題になってたのも見た。あのね、名前忘れた。あ、でも二十歳の人が、あ、そう、朗希選手、二十歳の人が審判になって、で18歳が止めるっていう、それを見た。うん、その動画を見ました。その審判 AKB のファンだよ。え、そうなの？そうなんだ。後でちょっと詳しく調べてみよう。てか18歳のプロ野球選手ってすごいなと思う。だってその朗希選手っていう方も二十歳だったし、え、年下って、まあ確かにそうだよね、そうだよね、そうだよね、そうですよね、めっちゃ若い、確かに。だってあれですよね、サッカーのさ、有名な選手の方々も割と年下ばっかり、やっぱすごいなって、うん、うん。お代理は誰と同い年なの？だって私誰なんだろう。私、あ、あのスケート選手、スケートの方、名前が思い出せん。あれ同い年だっけ。私と同世代。メダル取った方、あ、全然名前が思い出せない。羽生結弦選手さんしか思い出せん。あ、そうです、宇野さんと同い年だった気がする。でも私の世代スポーツ選手分かんない。私オリンピック見てないから、まず見てなかった。うん、オリンピックの、冬のオリンピックの時ちょうどコロナになってて、私自分の部屋にテレビがないので全くオリンピック見れなくて、まあ、とりあえずビンドゥンドゥンだけ抑えて、あのオリンピックは、自分の東京オリンピックは終わりました。うん、
お笑いでがオリンピック出れるとしたら何出たいだって。え、出たくないです。怖い怖い、公開処刑。オリンピックはもうみんな血と汗のにじむような練習を毎日してもういけないような場所ですからね。みんなすごいすごい人たちの集まりですから、そんな出たい種目とかない。スポーツって私やったことないから、こう見えて。そうだから本当スポーツ知ってる人すごいなってめっちゃ思う。てな感じでね、じゃあ今日は配信終わりたいと思います。皆さん今日の配信見てくれてありがとうございました。イエイ。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位ファデル、12位ホアン、11位マコピー、10位ミク、9位ボマ、8位ヒトクマサトル、7位 KK3500、 6位テイテイ、5位ケント、4位ミヤちゃん、3位マーアットオダシ、2位クルリン、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。では皆さんいい夢を見てください。明日は緑の日。ではバイバーイ。